いやみんな、ジョーンズおじさんだ。本日はですね、チャンネル登録者数2030人突破記念ということでですね、はい、利益還元祭ということで、約束通りですね、プレゼント企画ですね、させていただきたいと思いまーす。はい。で、今回のプレゼント企画なんですけど、事前にですね、この動画を作るにあたって、ちょっと僕への質問をまたですね、コミュニティの方でですね、ちょっと募集させていただきまして、で、それをまず、お答えさせていただいて、で、この応募にですね、ちょっとキーワードを、設定させていただいたので、まあ、そのキーワードも発表させていただきます。はい。で、応募そのものはですね、概要欄に、リンクを貼ってありますので、Google ホームってやつですね、そこに必要事項をご記入、入力の上ですね、送信してください。はい。というわけで、まず何をプレゼントするかから言いましょうね。はい。まずじゃあ1個目なんですが、この、境界選挙のですね、メイレスプロトー号用ですね、新品です。これ。このフィルムね、まだ撮ってないんで、新品。はい。プロトゴーヨね、すっごく境界戦記の中でもいいプラモだと思うんですよ。はい。というわけで、まあ、境界戦記は好きな方は、好きな方や、もしくは、境界戦記のプラモ作ったことない方とかですね、よくあれば当選してくれたら嬉しいなと。特になんていうか、商品選べないので、今回すみません。今2個しかないんですけど、はい。はい。ちょっと選べませんので、どれが当たるかはすみません。はい。というわけで、エントリーナンバー1ね、プロト5用ということで。はい。で、エントリーナンバー2ですね。これちょっと頑張らせていただきました。こちら、ガンダムベース限定のですね、ガンダムマーク2リアルタイプ、はい、マックスチタンズ仕様ですね、 21st century リアルタイプバージョンということで、川口勝美先生プロなんやのこのね、オリジナルカラーリングということでですね、はい、去年の12月ぐらいに出たやつだったかな。はい、結構人気でですね、ガンダムベースも今あまり売ってないと思うので、はい。今回、ちょっと奮発して、せっかくのプレゼント企画ということで、はい、出させていただきました。あー、ごめん、これ違う。これはね、プレゼントじゃないです。すいません。なんか、今気づいた。これはプレゼントじゃないです。あくまでこの、二つだけね、今回。はい。プレゼント、どちらかが当たるかは、すいません。選べません。そして、2名様のみとなります。すいませんね。送料がかかりますので、あまり頑張れなかった。はい。というわけで、はい、じゃあ、まず、じゃあ質問からですね、答えさせていただきたいと思います。1個目ですね。プラモデルはどうやって塗装していますか？僕は筆塗りプラスガンダムマーカー、筆ペンの墨入れです。なるほど。つまり、どんな塗料を使って、墨入れは何を使ってるのかという質問でいいのかな？はい。どんな塗料ですか？まあ、少々お待ちください。基本的に僕使ってる塗料は、やっぱりこのラッカー系ですね。ラッカーと、あとエナメル系が多いですね。てかほぼこの2種類かな。はい。やっぱりラッカーはですね、匂いが気になるんですけど、やっぱりその速乾性もいいし、その色のなんていうか、なんだろうな、伸びとかもいいし、はい。やっぱりそういった意味で、ある程度のリスクはあるけど、信頼を置いている塗料ですね。まさに、ハイリスク、ノーリターン。リターンはね。はい、そんな感じで。で、エナメル塗料はですね、やっぱり溶剤で簡単に拭き取れるっていうのが、すんごく僕の中で大きいですね。はい。なんでまあ、その分塗膜が弱い傾向にはあるんですけど、そんなに触らないし、なんていうかな、乾いた後ちゃんとコートとかもするので、はい。あと、まあ確かにパーツが割れるっていうのは何回か経験があります。はい。まあそれはね、運だなって。割れたら割れたら接着剤流し込んでなんとかもう接着しちゃえぐらいの、そのぐらいの気持ちでやってます。あと墨入れです。はい、墨入れももっぱらタミヤさんのこのですね、流し込み用の墨入れを使ってますね。まあ、これもエナメル系塗料なんですよ。で、最近ちょっとね、この、
ダークグレイっていうのを対応してます。何だったかな、あのジュノンの墨入れにもこれをちょっとメインで使わせていただきまして、いい感じに墨が入りました。はい、あのね、黒ほどあの濃くなく、グレーほど薄くないということで、もうまさに中道的な素晴らしい色合いですね。はい、ダークグレー買い占めたいぐらいです。まだまだいっぱいあるんで買い占めないですけど、はい、というわけでおすすめです。次行きましょう。はい、お次がですね、ジョーンズさんは何が一番大きなプラモを制作しましたか。はい、その大きなプラモですね、まず僕大きなプラモ、あんまりその大きいプラモ好きなんだけど、そのやっぱりメインが144分の1から、まあ最大でも100分の1ぐらいのスケールしか、まあ、通常組まないんですよ。でそれ以上のサイズになるとやっぱり60分の1とかになってくるんですけど、あ、ガンプラね、ガンプラでかも考えよう。ちょっと、あの、ダンバインとかだともっとスケールがね、違うから。はい。60分の1で作ったのっていうと、実は、もう、20年ぐらい前にちょっと遡ってしまいまして、多分、俺が大学生の時に再販された、60分の1のシャイニングガンダムかな。あれが、多分、最後かなって思いますね。そっからは大きなプラも組んでないな。でそのね、60分の1のシャイニングガンダムって、まあ、ちょっとね造形がなんか大味でだるいところがあるにはあるんですけど、シャイニングガンダムの特徴であるこのね、マスク、口のマスクが開いてこう展開するギミックあれが再現されてるので、まあ、そういった意味ですんごくいいプラモだったんですよね。まあ、さらに各部に、ね、メッキパーツも使用してて豪華な、仕様でしたね。今買おうとするとちょっとプレネついちゃってるんですよねはい、まあ、例えば今再販されたらちょっと買っちゃうかもな。今だったら結構なんていうかな、いろいろ手を加えられるし、そのだるかったエッジとかも結構シャープにできるので、はい、また再販したらちょっと欲しいなっていうね。しかも3000円ですからね。うん、また欲しいな。次行きましょう。はい、次は車に乗られると言ってましたが、どんな車に乗ってますか。あと自分はバイクも好きなんですが、バイクも乗られたり しますか。おお、ありがとうございます。車ですね。一応プリウスに乗っております。プリウスそのものはまあ2代目なんですよ。はい、あの最初はですね、10年前にちょっとまあなんだろうな、会社の人にちょっとボラれて、その、第二世代プリウスを10年前買ってですね。はい。まあ、ただ、まあ、ボラれはしましたけど、いい車です、でしたね。はい。それを10年乗り潰して、で、去年だったかな、第三世代のプリウスに、また買い替えて、で、銀色の、プリウス、第三世代のプリウスに今、乗ってます。名前は、そうだな、ストームソーダーかな。はい。あと、バイクですか。ああ、実はですね、バイクね、無職だった頃に、すっごくバイク欲しくなって、ちょっと調べたんですよ。で、PCX だったかな。はい。あれが欲しくてですね、43万円くらいだったかな。うん。で、まず重要な問題が一つあって、なんつうの、一班でしたっけあれ。150cc だったかな。それに乗れるための免許を持ってないです。はい。で、その免許がなんか、2日で取れるみたいなお話を聞いてて、で、だいたい18万前後で取れるんだったかな。行こうかなと思ったんですけど、無職じゃん。で、取れないよっていうね。で、もう、憧れだけ残して、まあ、いつかバイク乗りたいな、バイク乗りたいと思ってて、で、月日は流れて、なんとかまたね、こう、仕事を、まあ、ありつけて、で、今こうね、プロとして、プラも作ってて、いつの間にか、バイク欲しかったなっていう情熱は、消えてしまいました。はい。まあ、やっぱね、僕の体格で、バイク乗るの、危ないかな、いろんな意味でね。はい。まあ、バイクもちょっとね、かわいそうだし。はい。なんでまあ、そうですね、バイク欲しかったという思いで語らせていただきました。でも PCX 本当、
いいバイクだよね。乗ったことないんだけど。はい、次行きます。次が、脇カードは前回聞いたので、女の子系のプラモの簡単にうまく見える作り方をして教えてくださいまし。いやー、結構脇カードのこと聞いてくれてよかったんだけど、むしろなんていうかな、そのカード以外のその脇のね、その色紙とかブロマイドとかデビューしたかったんだけど、まあ今いいや次回なんかそういう質問くれ。はい、というわけで、女の子系のプラモなんですね。ですね、昔そういうガールズプラモ系のオフ会に出たことがあるんですよ。昔、本当に昔ですね。あれが何年前だ、2017年ぐらいだったかな。はい、でその時ちょうどことぶき屋のフレームアームズガールの、まあ、バーゼラルドとかで、ちょっと経ってフレーズベルグが出たぐらいの時期だったんですけど、そうですね、まあ、うまく作るやり方、それはそのうまく見えるか、うまく見えるやり方っていうことで、そのあまり手を加えないでなんとかしたいという感じでよろしいですかね。そうなるとやっぱりもう艶の調整かな。例えばそうですね、まあ、髪一つにしても、髪の毛ね、光沢で、まあ、ベタっていう言い方がちょっと申し訳ないですけど、まあ、艶やかにするか、まあ、艶を消してちょっとなんていうかな、自然な感じにするかとか、あとやっぱりそのね、女の子系のねものっていうのは、あのね、先っちょすいません、先っちょって言うとちょっとごめんなさいね。あのね、でもね、手先とか足先とかそういうね、先のもの、そこにこだわるといいですよ。なんで僕、例えば昔多分レビューしたことあるんですけど、マドカだったかな、マドカマギカじゃない、なんていうか、ビプラのなんか、寿屋が出てくるなんとかマドカっていうプラモを組んだことあるんですけど、あれ確か靴がローハーだったんですよ。でその靴は光沢仕様にしましたね。はい、まあ、そういったところでアクセントとしてまあ、光沢とか艶消しを使い分けて、まあなんていうか、こうちゃんと気を使って組んでますよっていうのが見る人にも分かるようにするといいかなと思います。まああとはそうですね、髪ちょっとね、色とか使えるんだったら髪にグラデーション入れたりとか、あとはウェザリングマスターのなんていうかな、ピンクとかで頬とか頬とかちょっとピンクにしてあげたりすると、ちょっと可愛く、さらに可愛くなるかなって。まあ、あと、いろいろ言って申し訳ない。工作とかをまでするんだったら、もう、目ん玉くり抜いて、H アイズっていうのを使って、追随アイっていう、どんな角度の目が、目線が一致するっていうか、目線が合うみたいな、ああいう加工とか、すると、さらにいいかもしれないですね。はい。ビブラか。全然作ってないんすよね。作りたいっていうのはあるんですけど、何分やっぱりなんだかんだね、ガンプラも欲しいのいっぱいあるし、はい。で今もっかモーターヘッドの制作にが大変なんで、なかなか難しいっすね。ビプラね、はい。なんか作りたいなって、来年だな。はい。というわけで、じゃあ質問コーナー以上となります。ごめんなさい。なんだっけ。制作代行なんてなさってますか。ありがとうございます。ありがとうございます。っていうか、制作代行っすね。一応、なんだろうな。僕がそのガンプラ作ってオークションに出してるって、ぶっちゃけ代行みたいなもんですよね。俺が作って誰かが遊ぶみたいな。だから、なさってますと言った方がいいっすね。ただ、本当に、オーダーが来て、なんていうか、やるんでしたら、高いぞ。そうだなぁ。ガンプラとかだったら、キット代プラス1万円ぐらい。1万円から1万5千円は欲しいな。はい。キット代プラスね。はい。キット代別って言った方がいいね。はい。まあ、で、そのモーターヘッドとか組めって言うんだったら、3万は欲しいな。キット代別だぞ。はい。3万円欲しいなぁ。はい。というわけで、まあ、安い方だと思うぞ。はい。そんなんでも作ってくれっていう方がいましたら、ちょっと今募集、どうしようかな。まあ、なんか声かけてくれればやるかもしれないです。そんな感じで。はい。じゃあ、結構長々語りましたね。
じゃ今回のですね、応募にあたっての、キーワードですね。これでいこう。希望小売価格です。はい。あ、1個で、希望小売価格ね。小売希望価格じゃねえぞ。希望小売価格でお願いしますね。というわけで、こちらのプレゼントですね。はい。なんていうか、まあ、ぶっちゃけ、まあ、俺はね、ぐたぐた言わないから、まあ、買って、あ、買ってちゃうちゃう、当たって、積んでもいいし、ぶっちゃけ、オークションに出してもいいよ。はい。それはもう、自由だ。当たったやつも。というわけで、はい。どんなやつに当たっても俺は文句言わねえ。応募してくれ。はい。というわけで、じゃあ、今後ともですね、ジョンゾイさん、よろしくお願いします。まだ当選発表の動画を作るで、はい。でも、例えば次のプレゼント企画ですね、3530人行ったら次のプレゼント企画やりたいなと思ってます。てか、まずは。で、あ、そうそうそう、どうしましょう、この、発表ですよね、発表、ちょっとスケジュール考えます。2週間ぐらいは、募集期間もらった方がいいですよね。22日か。じゃあ、すいません、2週間って言ったんですけど、10月4日の23時59分を締め切りにして、で、10月6日ですね、当選者発表ということにさせていただきたいと思います。というわけで、10月4日までですね、キーワードは、希望小売価格だ。小売希望価格じゃねえぞ。はい。というわけで、はい。応募よろしくお願いします。では、ジョンズ押しさんでした。今後ともよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。では。